渋谷区にある恵比寿ガーデンプレイスでは今、ウィンターイルミネーションバカラエターナルライツ喜びの形が開催されています。毎年恒例となったこのイルミネーションも今年で21回目です。センター広場に設置されたバカラシャンデリアは高さおよそ5メートル、幅およそ3メートル、クリスタルパーツ総数8500ピース、ライト総数250灯と世界最大級を誇ります。その制作には13人のフランス最優秀職人をはじめとする熟練の職人の技と1万5000時間もの長い時間が費やされています。今年のコンセプトはですね、昨年までとは違い、今年、このような1年でございましたけれども、医療従事者、それから福祉に携わるすべての方々、および日常生活、支えていただいている人々、すべての方に感謝と希望と、すべての方々がご来場できるとは限りませんけれども、ぜひこの希望と感謝の明かりというのをご覧いただければと考えております。期間中は毎日午後5時から30分ごとにバカラシャンデリアにブルーのライトが灯され、医療従事者の方々への感謝とエールを込めた特別なライトアップが行われます。センター広場のバカラシャンデリア以外にも恵比寿ガーデンプレイス全体にイルミネーションが施されています。恵比寿ガーデンプレイスのイルミネーションバカラエターナルライツ喜びの形は来年1月11日まで開催されています。